イブラーヒームは、北、インド、ムガル帝国の対立君主。第12代君主ムハンマド・シャーと対立した。父は、第7代君主バハードル・シャー一世の三男、ラフィー・ウッシャーン。第10代君主、ラフィー・ウッタ・ラジャーと、第11代君主、ラフィー・ウッタウラは、兄にあたる。1703年8月9日、ムガル帝国の巫女、ラフィー・ウッシャーンとその日。 ヌールン・ニザー・ベーグムとの間に生まれた。1720年10月17日、イブラーヒームは、サイード・アブドゥラー・ハーンによって、皇帝ムハンマド・シャーと対立する形で擁立された。これは、ムハンマド・シャーが、サイード兄弟と対立し、サイード・フサイン・アーリー・ハーンを殺害したからであった。同年11月16日、アブドゥラー・ハーンが、 ムハンマド・シャーニ・ハサンプルの戦いで敗北すると、イブラーヒームは捕らえられて、イイ・デリー城へと遊兵された。1746年1月31日、イブラーヒームは、デリー城に遊兵されたまま死去した。ABCDE デリー11。ありがとうございます。